この動画は現役警察官が監修している動画です。ありのままの警察の真実を動画にしています。今回は現役警察官が残業代未払いについて、幹部に回答を求めた件の動画です。残業代未払いの実態についてはこの動画で解説しています。この動画のリンクは概要欄に載せておきます。警察の残業代未払いの実態が、より詳しくわかると思いますのでぜひご覧ください。今回は残業代未払いについて、幹部に問い合わせた際の回答結果を紹介したいと思います。幹部とのやり取り方法ですが、文面でのやり取りです。そして文面のやり取りを原文のままこの動画で載せるわけではありません。理由は2点あります。1点目は文面が非常に長いこと。2点目は文面がまとまっていなくてわかりにくいこと。幹部からいただいた文面をチャット GPT で要約しています。残業代未払いについて幹部はどのように回答したのか、ぜひ最後までご覧ください。僕はずんだもん巡査部長。枝豆警察署に勤務する。勤続10年以上の現役の警察官なのだ。僕は以前から警察の残業代未払いについて疑問を持っていたのだ。詳しくはこの動画を見るのだ。繰り返しだけど、概要欄にも載せておくのだ。さてさて。あれ、ずんだもん巡査部長何をやっているの？あ、メタン警部補お疲れ様です。残業代未払いについて、文面で幹部に質問を送っているのだ。そんなことして大丈夫？幹部に目をつけられたら、理不尽な嫌がらせをされるわよ。大丈夫なのだ。一応匿名で送っているし、バレたらバレたでそれは面白そうなのだ。まあ任せるけど、ずんだもん巡査部長は良くも悪くも警察組織からしたら変わってるわね。よし、完成したのだ。まず幹部に送る文面はこれなのだ。ずんだもん巡査部長が幹部に送った内容をチャット GPT で要約させた文章は以下の通り。残業代が正しく支給されていません。私が記録した残業時間と残業代が一致していません。どのように残業代を計算しているか教えてください。残業代の未払いの有無を確認し適切な支給をお願いします。どういう回答が来るのか楽しみだな。ずんだもん巡査部長やばすぎるわね。残業代未払いは踏み込んではいけない領域よ。警察の闇に平気で踏み込む。ずんだもん巡査部長はやばすぎるわ。数日後幹部から回答が来ました。回答が来ている。どんな回答なのか楽しみだな。以下は幹部からの回答をチャット GPT に要約させた内容です。時間外勤務は事前のメイデイと事後確認がされた場合、または緊急でやむを得ない場合に認められています。緊急時の事後に速やかにシステムへと動くし、必要性が認められれば、命令があったものとして扱います。職員の業務量や健康に配慮し、必要最小限の時間外勤務を命令するようにし、内容は上職が精査、決裁しています。残業代未払いはなく、今後も正確なシステム登録に、ご協力お願いします。ふむふむ、やはり残業代未払いを認めるわけないのだ。それはやる前から分かっていたことなのだ。そんなの認めたらニュースになってしまうのだ。ただ幹部がどういった回答をするのか興味があっただけなのだ。さてさて、この幹部の回答にツッコミでも入れるか。まずは事前の命令と事後の確認なのだ。僕は10年以上警察官をやっているけど、事前に命令なんてされたことないのだ。事前の命令押されている人も記憶にない。職員の業務量や健康に配慮、必要最小限の時間外勤務、もうおかしな話なのだ。業務量は仕事をする人に明らかに偏っている。勤務時間外にやらなくてもいいことを当たり前のように勤務時間外にやらせている。幹部へのメールを作成するのだ。とりあえず朝食が時間外勤務について精査決裁し、残業が認められれば
ということを突っ込むか。よし、できたのだ。ずんだもん巡査部長、もうやめた方が良いわよ。ずんだもん巡査部長がやっていることは警察官として異常なことよ。警察官として異常なことをやっている自覚はある。でも間違えたことをやっている自覚はない。残業代未払いは明らかにあるのだ。ずんだもん巡査部長が幹部に送った内容をチャット GPT に要約させた内容は以下の通り。時間外勤務を残業と認める基準を教えてください。また以前時間外勤務の命令を上司警部以上に求めた際に幹部から、今日日勤勤務なの？という回答で、上司が事前に命令を出すという制度を上司が理解していないように感じました。幹部が残業と認める基準を知りたいです。上司が認めない残業はすべきではないと思いますので、残業と認める基準を私たちは知る必要があると思います。残業代未払いがあるとすれば重大な問題であり、福島県警残業代で検索すればわかることですが、福島県警では残業代未払いについて提訴も起きています。お金が絡む大切な話です。ご回答願います。さてさて、どういう回答が来るのか楽しみなのだ。数日後、幹部から回答が来ました。幹部から回答が来ているぞ。どういう内容なのか楽しみなのだ。ずんだもん巡査部長、もうやめた方がいい。完全にやりすぎよ。以下は幹部からの回答をチャット GPT に要約させた内容です。時間外勤務についてはシステム登録内容を確認し、例えば成果物や勤務した上職課が内容を確認しています。警察業務は突発的な事案に対応することが多く、事前命令が難しい場合もあるため、システム登録時に具体的な勤務内容を記録することが必要です。勤務計画上の休憩時間中に勤務した場合は、その後に別に休憩を取った時間を改めて登録するよう協力をお願いします。ふむふむ、それっぽいこと書いてあるけど、僕が質問した残業を認める基準については一切答えていないな。明確に回答したら残業代未払いがバレてしまうから、抽象的にふわっと答えるしかないだろうな。ちなみに成果物を上職が確認とあるけど、これもよくわからないのだ。成果物って何なのだ？110番対応は成果物なのか？警察官にも実績がある。交通切符とか職務質問などで検挙するも、警察は実績ノルマのためにやっているのだ。僕は行けるだけの全ての110番通報に行き、空いた時間で交通切符などをやっていた。そんな警察官を10年くらいやった。今は仕事がバカバカしくなり、人並み程度にしか仕事をしていない。必死で仕事して人よりも実績を積んだ10年と、人並み程度にしかやっていない現在で、残業代に変化はなかったのだ。というよりも今の方が良いのだ。そうね、正直な話で警察の残業代は所属している警察署によって違うわね。今ずんだもん巡査部長がいる場所は大きい警察署だものね。そうなのだ、幹部は言わないど、実際は警察署によって残業代の変動があるのだ。必死にやっていた中規模の警察署よりも人並み程度にしかやっていない今の大きな警察署の方がなぜか残業代が多いのだ。幹部の回答で別に休憩を取った時間を改めて登録と書いてあるけど、基本的に休憩時間なんてなかったのだ。というか、やることがない時には交通取締りに行ったりしていたのだ。だから休む時間なんて設けなかったのだ。それでも残業代が増えることはなかったのだ。幹部の回答はそれっぽいことを書いてあるけど、全く事実とは異なる内容なのだ。この動画でも言っているけど、僕は残業時間と残業代を記録しているのだ。
その上で残業代が出ていないと言っているのだ。雰囲気とかお気持ちで言っているわけではないのだ。警察幹部から来る抽象的な回答に、やはり納得がいかないずんだもん巡査部長。そんな中、このメールのやり取りを見ていた、とある警部補が横やりのメールを送ってきます。この内容もチャット GPT に要約させて紹介します。警察官は時間給ではありません。超過勤務手当だけで評価を。求めるのは短絡的です。また、低層に匂わせるのは、組織人として問題があります。勤務時間中のトイレの時間などは、勤務時間から差し引いていますか？勤務時間中の行動を分け単位で、記録はしていますか？トイレの時間なども綿密に、記録していますか？時間外勤務を申請するだけでは、成果が伴わなければ評価されません。事件や交通検挙、警察官募集などの成果が必要です。仕事への不満やストレスがある場合は、一定期間休養を取ることを考えてみてください。幹部の方には、感情的に部下の残業代を削る行為、いわゆる兵糧攻めをやめるようにお願いしたいです。実際に当初であったことです。この動画の視聴者は、この文面を見てどう思うんだろう。気になるところなのだ。僕はこの文面を見て、全くずれているな、と思ったのが正直な感想なのだ。まず、警察官は時間給ではない、というところに違和感を覚えるのだ。警察官に限らず、働いた時間は、当然お金を払うべきなのだ。そして、仕事もしないで、だらだらと残業をすることも、当然にあってはならないのだ。そうね、だらだらとした時間に、残業代を払うなんて、まさに税金の無駄遣いよね。あってはならないことだわ。全くその通りなのだ。だからこそ、幹部は勤務管理を、しっかりとやるべきなのだ。幹部はだらだらと仕事を、している部下に対して、叱責するべきなのだ。今の現状は、幹部はだらだらと、仕事をする部下は放置している。幹部も幹部で、勤務時間が、終えているにもかかわらず、講習や訓練を平気でやる。こんな状況なのだ。そうね、そんな状態が、もう何十年も続いているわね。まず大前提で残業代は、当然ちゃんと払うべきなのだ。その上で幹部は無駄な残業代を、抑制する努力、無駄な残業時間を、発生させない勤務管理を、するべきなのだ。今は非効率な業務が、とにかく多すぎるのだ。そして、現場で働く警察官側も、そのことに違和感を覚えていないのだ。勤務時間を終えてからの、講習会とか訓練とか、当たり前のように行われてるのだ。そして、この現状に多くの警察官が、違和感を覚えていないのだ。確かにそうね。勤務時間外なのに、参加を強要されるわね。残業代が出ないのに、残業を強要されるのは、違和感しかないわ。低層に負わせるのは、組織人として問題がある。とあるが、どうして問題なのか、僕にはわからないのだ。だって、事実無根であれば、堂々としていればよいのだ。残業代未払いがないのであれば、堂々としていればいいのだ。訴訟は国民の権利なのだ。トイレの時間は勤務時間から差し引いているか？とあるが、この人は本当に言っているのかな？常識的に考えて勤務時間中の排便は勤務時間に含まれるのだ。そもそもうちの県の残業時間の入力は15分ごとしか入力ができないのだ。この警部補が言っている、トイレの時間を勤務時間を残業代から差し引くことはうちの県のシステム的にできないのだ。警察組織の警部補はこんな程度の認識なのだ。もちろん全員が全員じゃないけど、こういう人も存在するのだ。そうね、警察組織は変な人は多いわよね。この警部補にしても残業代がちゃんと出ることを望んでないのかしら。この警部補は幹部に気に入られているから、残業代がたくさん出ているのかしら。いずれにせよ、この警部補の発言には驚かされるわ。成果を伴わなければ評価されない。
ともっともらしいことを言ってるけど、残業代の話をしているのだ。成果が出ようと出なかろうと、働いた時間は残業代を払うべきなのだ。その中で成果が出るように努力をするべきだし、成果が出ない人に対しては幹部などの上司が指導し改善させるべきなのだ。あと気持ち悪いのは、この警部補が言う実績の例に挙げている中に警察官募集というのがあるのだ。警察組織は優秀な人材を集めるため、近年の警察官の死亡者数の減少のためという名目で現場の警察官にリクルート活動をさせているのだ。いろいろと突っ込みどころがあるけど、とりあえずそんなことを実績に含んでいることがおかしいと思う。警察官募集を残業代の支給基準にしているのも明らかにおかしいと思う。詳しくは話さないけど、警察官には実績があるのだ。だから警察官は隠れて交通違反を取り締まるのだ。ただ実績と残業代は全然別物なのだ。そうよね。繰り返しにはなるけど、残業代は残業時間に対して支払われるべきよね。当たり前の話だけどね。そうなのだ。っていうか、話の流れを覆すようで申し訳ないけど、実績を積んでも残業代には実際のところ影響が全くないのだ。僕は警察官になって最初の10年は一生懸命にやってきた。実際に上半期優秀警察官とか下半期優秀警察官とか年間優秀警察官にも選ばれたことがあるくらい実績を積んできたのだ。でも残業代は変わらなかったのだ。実績と残業代を結びつけるのはおかしいのだけど、そもそもの話で実績と残業代は全く結びついてもいないのだ。この警部補の文面にもあるけど、幹部の方には感情的に残業代を削る行為はやめるようにお願いしたいですと書いてあるのだ。さらに実際に当初であったことと書いてあるのだ。それはつまり幹部は感情的に残業代を削ることがあるということなのだ。そして残業代の未払いがあるということを言っているようなものなのだ。総合的に考えると、この警部補は残業代未払いについてどのように考えているのかわからないのだ。もっともらしいことを言っているけど、中身を見ると意味不明なのだ。残業代についていろいろと話したけど、まずは給与明細に残業時間を記載するところから始めた方が良いのだ。警察の給与明細には残業時間が記載されていないのだ。残業時間を記載してしまうと残業代未払いがバレてしまうのだ。うまく言えないけど、残業時間を記載しないでふわっと曖昧にすることが権力者にとって、つまり幹部にとって都合が良いんだと思う。こういうことって多いんだろうなと思う。そうね、そうなんだけどね。ただずんだもん巡査部長、あなたがやっていることは明らかに警察の闇に足を踏み入れているわよ。警察の触れてはいけない部分にバカなふりをして突っ込んでいってるわよ。しかもそれをこんな動画にするなんて、はっきり言って考えられない行動よ。どうなっても知らないわよ。いいのだ。このチャンネルを立ち上げた時から覚悟は決まっているのだ。このままずっとこの仕事を続けることに疑問を持っているのだ。辞めるにしてもやりたいことをやって辞めたいのだ。まああなたの人生だからね、好きにすればいいと思うわ。僕が幹部とメールでやり取りした内容は異常なのだ。このやり取りを聞いて視聴者様はどういう感想を持ったか気になる。また幹部に対してこういうメールを送ってほしいなどの要望があれば、もしかしたら実際に送ってみるかもなのだ。コメント欄に感想や要望などがあれば、
ぜひとも教えてほしいのだ。よろしくお願いしますなのだ。この動画は現役警察官が監修しているのだ。残業代について幹部と直接やり取りするのはかなり異例なのだ。これからも現役警察官ならではの動画を定期的に出していくつもりなのでよろしくなのだ。